ジャニーズ事務所は10日公式サイトを更新し記者会見でいわゆる NG リストが作成された経緯を説明しました公式サイトによりますと今回流出したリストは記者会見の運営を委託された会社の担当者が会見当日の午前10時40分ごろに独断で作成し会見場と同じビルのコンビニで印刷したものだということです そそもそもリストが準備された背景としては今回の会見を開いた2日が企業の内定式の集中日で会場の確保が難航し会見時間を十分確保できず会見の運営を委託された会社としては質疑応答を整然と進める必要に迫られたとしましたジャニーズ事務所はリストの作成に一切関与していないとしています